セイガー。ちっちゃい子は見ちゃダメだよ。いにしえより伝わる人の魂を食らう妖刀、その名を悪食。悪食を持つ者は人の魂までをも支配できると言われる。人はその偉大なる力を手に入れるために戦い殺し合った。一人の忍びの働きにより忌まわしき歴史も終わりを迎えたかに思われた。しかしそれは新たな戦いの始まりでもあった。はい、オープニングムービーの途中だけど、時間もったいないし、ちょっとだけゲームの説明をするよ。このゲームは、2003年に PS2 で発売された、セガのアクションゲームです。この前実況した、忍びの続編で、基本的なシステムは忍びを周到してます。盾が楽しい、硬派でセクシーなアクションゲーム、かな。主人公は、ちょうど出てきたこの子。戦隊ものみたいなコスチュームのくの一、火花さんです。お尻がセクシー。だけど、腰だけは、前作の主人公のホツマさんの方がセクシーだって、もっぱらの評判です。私はこのゲーム、忍びをクリアしたらすぐに買いに走りました。こっちも面白いよ。まあ、個人的には忍びの方が好きだから、こっちはそんなにやり込んでないんだけどね。それでも一応全クリはしているから、そこここかっこいい火花さんを見せられると思うよ。そこここね。それじゃあ、盛大なネタバレムービーも終わるから、そろそろ始めるよ。はい、ようやくタイトル画面。忍びより、現代チックだね。よいしょ。今回のプレイだけど、ステージ1は動きが少ないから、ステージ2をやるよ。というわけで、エクストラから。あ、ギャラリーなんて、あったっけ？お、火花さん。セクシーだね、ゆっくりに負けず劣らず。おっと、もうちょっと見たいけど、時間がな。あ、ホツマさんもいたんだった。隠しキャラ。強いです、さすがです。翡翠も可愛いね。でも、まだ16歳だから、火花さんやホツマさんみたいなセクシーさはあんまりないよね。プレイはとりあえず、火花お姉さんで行くよ。多分まだ私より年上のはず。レディーに年齢は聞けないから、わからないけどさ。難易度は、ノーマルで。ハードでもいいけど、多分グダグダになるからね。ステージ2、丸の内地上180メートル。そいだば、行くよ。火花、式神と接触したようだな。これが式神。封印が解かれたおかげで、都内は式神で溢れている。お前の任務は、式神の殲滅だ。了解。よっしゃ、そうしたらば、一挙式神を殲滅しに行きますかね。さっきも言ったけど、こちらが火花さんです。みんなのお姉さんだよ。ビシッ。なんとなく、体操のお姉さんっぽいのは、コスチュームのせいだね。ごっちゃー。お、式神登場。そういえば説明してなかったけど、火花さんの持ってる刀は、うつしよっていう、悪食のコピー品です。だから、攻撃力が少し弱い代わりに、白を奪われることはないみたい。ちなみにさっき使ってたのは、双葉っていう、また別の刀です。連撃が気持ちいいので、もっぱらこっちを使っていきます。
ついでに、電撃でゲージが溜まるので、お得です。ゲージが溜まると、前作でいう突き攻撃に当たる、分身攻撃が使えるけど、これはもったいないからボス戦のみで使用します。強いんだけど、燃費が悪いのよね。お、4体来た。ちょっとかっこよく決めたいね。遅い。はい、縦演出入りました。前作同様、4体から演出が入るよ。かっこよく行きたいなら、縦はしっかり決めないとね。でも、突きフィニッシュができないのが、非常に残念。あれかっこよかったんだけどな。分身攻撃も、燃費が良かったらもう少し積極的に使うんだけどね。PK ファイアーオメガ並みの、燃費の悪さ。超強いけどさ、ボスにたどり着く前に PP なくなるって。邪魔よ。邪魔よー。かなりいい感じ。せっかくだし、S ランクとか狙っちゃおうかな。さて、S ランク取るんだったら、壊せるもの壊して、物資を回収しないとね。くの一はこの辺が面倒くさいです。物壊した数がポイントになるから、ステージの隅々まで行かないといけないのです。やれやれ、だわ。まあ、このステージ含め最初の方は楽だけどね。最後の方のステージとかは、物壊しに行ったら、操作ミスで落下しとか、結構あった記憶があるよ。怖すぎてポイントを稼げないよね。道が狭いんだよ。対向車両とか、怖いんだよ。ぶつかりそうでさ。邪魔よ。邪魔よー。よいしょ。今度は3体。向こうの敵と一緒には、できないみたいだね。適当にやっつけるよ。そうそう、くの一は、前作より立ちできる敵の数が多いぜ、うら。場所によっては、ひたすら敵がわらわらと湧いて、30盾とか言ったはずです、この野郎。ここも向こうと連結して、あ。まあ、いいや。一体くらい。もったいないけどさ。まだお化けが出るほどじゃない。いい動きするな、この子。君とは大違いだ。よいしょ、うら。こんやろね。邪魔よ。邪魔よー。ふう、まったく、浮いてないわ。やれやれ、だわ。それにしてもこのゲーム、どんどん敵が出てきていいよね。ちょっとうまくいかなくても、うら。ぶふん。こんやろね。うまくいかなくても、次の敵で挽回できるというかさ。いいんだよ、次で挽回するから。あ、何回もの、非常に恥ずかしい。そこ、ニヤニヤしてんじゃないわよ。ほん、大量ですなぁ。一気一気、スライスしていこうかね。まず一気。二気目。シュ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 。シュ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 。やっぱり子立ちが、地味に気持ちいいね。敵が硬いと、もっとシュ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 言って気持ちいいよ。おお、まだ来た。さっきより、一気多いね。まずは壊して。よし、行こうか。飛び道具怖いな、注意しないと。まあ、私も昔飛び道具って呼ばれたことが、あったようななかったような。ショットガンってこと？正直なんで飛び道具なのかわからないんだよね。あらあら。今私、火花姉さんに投げキッスをされたよ。キッスを、姉さんが、私に。これは、いいバレンタイン。動画を上げる時期がわからないけど、この収録はバレンタインの前日にやってます。チョコ、もらえるかな。今年は残念ながら、あんまり当てがないです。まあ、正直もらえなくてもあんまり気にしないんだけど、この時期男はチョコを買えなくて困る。寂しい男だと思われるし。普通に、当分補給用に欲しいのにさ。うわ、何この人チョコ買ってるの？ああ、くれる人がいないのね、とか。く、誰にあげるつもり？とか。うるさいよ。単純に、チョコ好きなんだよ。誰かチョコください。
柴花さんも、誰かにチョコあげるのかしら。あげるところ想像すると、ちょっと可愛いね。おっと、あぶあぶ。ステルスダッシュ中は、敵の弾当たらないんだっけ？今普通に当たってたけど、体力減ってないね。ラッキークッキーもんじゃ焼き。いや、八代亜紀。私の茶柱サーベルが、きらめくぜ。おやはぁ。今日も元気だ、ラッキョがうまい。こっちか。そいそい。あ、ちなみに今作、キックがかなり優秀です。いや、むしろキックの重要性が、増したって感じかな。キック縛りなんかしたら、多分最後までクリアできないし。遅い。これまた色に足。今度は下か。トウモロコシ。楽。こういう、上からの襲撃って、いいよね。かっこいいよね。なんか好きだな。皆さんは、どんな襲撃が好きですか？邪魔よ。なんか、とてつもなく変な質問した気がする。好きな襲撃ってなんだよ。誰かに突っ込まれる前に、もう自分でわけわかんなくなったよ。アイテム回収も、忘れずに。メガセイスランク、とことで。あ、ここない。戻ります。うおう。なんか出てきた。確かこいつは、ガードをするはず。蹴りとか、回り込みが有効だね。あと手裏剣も。まあ、正面から戦わなければ、ただの硬い雑魚です。小出しが連続ヒットで、むしろ嬉しい武器です。シュシュシュ。うがシュシュ。私が？意外と、ダメージ食らってるね。回復したい。でかいやつ倒したら、くれなかったっけ？へいへい、ここは、華麗に無傷で行くよ。ふふ、これはいい手裏剣ふもふ。闇に消えな。消えてしまえ。あいつ、空気読めよ。クラブも、中途半端になっちゃったな。どうせなら、もっとダメージを、ゲフンゲフン。あんやろね。素朴な疑問なんだけど、この動画を見てくれてる人は、このゲームをやったことがある人なんでしょうか。忍びもそうだけど、基本的にはこのゲームを知ってる人しか見ないのかな。私としてはやったことない人に見てもらって中古ショップに走ってほしいんだよね。それでもって忍くのトークとかしたいんだけど、主に小妻さんの腰の話とか。あれだね、きっと私なんかじゃなくてもっと有名実況者さんとかが実況すれば盛り上がるんだろうね。せめて儚いわー。なんか語ってるうちに結構食らってるね。喋りながらって難しい。言い訳かっこいい。今度は頑張るよ。へぇ、シュシュシュとう、あれ、よいしょシュシュ。邪魔よ。うん、気持ちいい。トン、この辺のアイテムを結構取り忘れるんだよね。こっちも、くの位置あるあるかな。くの位置も、もう少し上手になりたいなぁ。ネットにあるプレイ動画とか見ると、正直皆さん上手すぎてへこむよ。これも、しのくのあるある？襲ってごめんなさい。せめて、オール S を取れるくらいにはなりたいね。一人でシコシコ頑張ります。あ、もちろん例の動画上げてからね。ごめんなさい。今更だけど、実況の気晴らしに実況っていうのも、バカな話だよね。こっちの編集もそれなりに時間かかるのに。まったく、出来の悪いウプ主だ。やれやれ、だわ。また食らった。あれだね、クイックシルバーが欲しくなるね。止まって見えるぜ、とか言いながら使いたいね。
余談だけど、この前久しぶりにデビルメイクライ3を起動したら、セーブデータが壊れてたよ。ネットで調べたら、結構有名なバグに、うつ主はまんまと引っかかってたらしいよ。次にお前は、うつ主様、という。遅い。うつ主、メガネ逆さだぜ。でもまあ、もう一回やるきっかけができたって、そういう解釈もできるよね。今ちょっと危なかったな。ほら、関係ない話ばっかりしてるから。まったく、うつ主はまったく。おやす。というか、せめてくの一の話をしろって感じだよね。なんでデビルメイクライの話になったんだっけ？おでんで言うと、大根取ったはいいけど、目に入ったボボ天にうつつを抜かした感じ？まあ、いいよね。ボボ天も美味しいしね。火花、呪力濃度がレベル3を超えている。大型の式神が近くにいるはずだ。あれ、今まで処理してきた式神と同じと注意して。了解。さっきの下っ端で楽しませる。はい、ボス戦です。忍びと同じように、雑魚が湧くのを待ってから攻撃に移るよ。それまでは、時間ももったいないし、壊せるものを壊しておくよ。うつ主は、ボス戦が少し苦手なので、ちょっとぐだっちゃうかもしれないけど、ごめんね。さあさあ、さっさと雑魚出してよ。時間を持て余すよ。おお、来た来た。しかも、いい攻撃だったね。この攻撃の後は、分身攻撃が当てやすいからね。ふふふ、これは早くもいただいた。なん、だと？ああ、もう、めんどくさいな。一度リセットするよ。これ忍びだったら、きっと箔がやばいことになってるよね。くの一は箔が取られないから楽です。でも、そのせいで緊張感は薄れるね。雑魚が湧いてきたけど、初期攻撃中は盾をつなげるのが難しいので、ぐるぐる攻撃を待つよ。ちょいちょい攻撃してるのは、盾をしやすくするためね。あ、しまった。もうダメで行きたかったけど、仕方ないね。お、来た来た。今度は雑魚を殺さないように、ボスを誘導するよ。大回りで、ぐるっとね。ボスが追ってくるのをやめたら、攻撃開始。よし、行くよ。おやすみ。これは…素手で触ったのか。これは魂を吸われた感じがしたけど。おぼろの妖刀、悪敷のかけらだ。これが悪敷かけらとなっても人の魂を求めると。中富によって悪敷のかけらが奪われ、東京に施術していた封印が崩れた。さっきの大型は悪敷の領力で生まれたに違いない。火花、第二任務として悪敷のかけらの回収を命じる。ついでの任務にしては重すぎない？反論は許さない。任務の継続を命ずる。人使いの荒さは相変わらずね。55地区で呪力濃度の上昇を確認した。至急処理しろ。いつものこととはいえ、全くついてないわ。やったね、イエーイ。
なんとか S ランク取れたね。ほら、みんな、褒めてくれてもいいよ。へへへ。はい、いかがだったでしょうか、くのいち。個人的には、忍びより難しいゲームだと思います。それでも、空中での連撃と、太陽盾の爽快感は、忍び以上です。一人でも興味を持ってくれた方がいたら、幸いです。ぜひプレイしてみてね。感想とかくれたら嬉しいです。せばね、バーイ。